やばい、ざわざわする。憧れのスーパースターが今年から福岡北九州を盛り上げてくれる。うわ、え、思ってきた。違う、いや違う違う違う、いや違う、ちょちょっと待ってください。いや、わからない、わからない、いや違う違う、いや、それ、いや、こんにちはじゃないです。いやいや、石川さん、説明してもらってもいいですか。彼ですか。はいはい、彼はあの普通の僕のボディーガードです。あ、ボディーガードいらっしゃるんですね。はい、あの九州は危ないと聞いてるんです。危なくないですよ、本当。誤解、嫌われますよ、西岡さん、そんなこと言ってたら。嫌われたくない。そうでしょ。はい、いきなりとんでもない登場でした。北九州に誕生した福岡北九州フェニックスの西岡剛選手兼任監督、初めてのロケということで、私のことをいろいろ調べてきてくれたんですよ。すごい、長岡大河さん、あ、ありがとうございます。ポルシェを着てます。今日はあの入ってきた瞬間にポルシェが見えて、あー、九州のアナウンサーはね、すごく儲けるんだ。違いますよ、西岡さん。このタオル買わないですか。え、何ですか。ポルシェ売ったら1000枚は買えます。1万枚ぐらい。いきなりの PR じゃないですか。フェニックスタオル全く売れてないんです、まだ。知ってもらいたいですね。こうやって持って、これ持っといて、お前こうしよう。これあの下ほらほらほら、ポロリしちゃう、ポロリしちゃうから。何をイチャイチャしてるんですか。わー、いい感じ、ここのサウナ仕上がってる。僕ね、サウナはね、はい、プロ野球の時は全く行かなかったんですけど、はい、BC リーグ栃木ゴールデンブレーブスに入ってから、うん、家の近くに思い川温泉っていうのを見つけてですね、そこで初めてサウナと水風呂に出会うわけです、はい、だからまあサウナ歴は3年4年ぐらいですね。おお、そこで仲間ができて、うん、1年後にはそこで70人ぐらいの知り合いができました。 70? すごい、その施設。だから今回も九州でこの温泉の場で友達を増やしていく、サウナ仲間を。サウナ仲間、僕はいいですか、もうその仲間に入れてもらって。いや、まだ早いんですよ。なんでですか。ですね、これまで世界を相手に戦ってきた西岡さん、今回はなぜ北九州という舞台を選んだんでしょうか。福岡北九州フェニックスの01というこの立ち上げの都市に経験したかったっていうのがあったんですよね、うん、今まで少年野球、中学校でも既存した、もともとあったチームに入ってプレーをしたけど、今回は本当にいつなくなるかもわからない球団、まだグラグラしてる状態、うん、それを監督として、少しでもこのチームをどういう風にしたら2年3年4年っていうチームを作っていけるのかなっていう経験すれば今後に生きるなと思って、うん、でも僕の周りの人はほとんど反対だったんですよ。で、唯一、はい、強し、お前行けと、はい、チャレンジしろと言ってくれたのが川崎宗則さんなんですよ。日本代表や栃木でも一緒にプレーをした元ホークスのムネリンこと川崎宗則選手、本当に長いお付き合いで、西岡監督は川崎さんのことを初めて野球界でできた友達とおっしゃっていました。ムネさんが、強し、今までも東京、千葉にも行った、うん、そこからアメリカも行った、大阪も行った、栃木も行った、強し、九州行けと。九州の人に西岡剛っていう名前を覚えてもらってこいと、うん、九州人はお前は絶対、お前も多分好きだろうし、うん、九州の人もお前のこと多分応援してくれると、お前のその俺と接してる時の西岡剛でいいけと、はいはい、そのままの西岡剛を一回見せてこいと九州の人に、はい、で今なんです。じゃあ今の感じって、うん、そのままの西岡剛の感じ。そうだから、宗さんといつも喋ってる感じですね、はい、うわ、そうなんだ。野球以外のことでもアドバイスをくれるなど、西岡監督と川崎さんの絆はとっても深いんだそうです。あー、でも気持ちいい。はい、はー、すみません、今ご覧になった皆さん、はい、北九州フェニックスの西岡剛監督です、はい、僕は西岡剛監督と言います。ぜひ皆さん、北九州の温泉はたくさんあるので、はい、いつか一緒にサウナと水風呂を一緒に皆さん入りましょう。いや、整い始めてますね。でも今日はちょっと雨が降ってるね、天気がね、はい、レイブも終わったはずなのに、
レリンブルーなぜ追いかけるの。ジョニーあなたの幻月曜に私今日は外雨。長いわジョニーカットになるわ。とまあね、この時期楽しい時間を過ごさせてもらったんですけども、まあ、フェニックスのことを知っていく上ではこの方にもご挨拶をということで直撃させてもらいました。先日西岡スキッパーと一緒にサウナに入らせてもらう企画を、はい、それなんかあれ見ました、写真は。あ、本当ですか。あのツイートリツイートしていただいてありがとうございました。見ました。とても嬉しかったです。はい、どんどん遊んでやってください。いいですか。もちろんです。あの NG ないですか。いや、全くないです逆にこう身近な存在として、あのソフトバンクホークスの選手は絶対やってくれないようなことをやらせてくださいありがたいですタイヤ君、なんか普段いつもなんか暇って聞いてますけどいやもしよかったら投げます。え、投げる。はい投げたいか投げたくないかでしょ。ちょっと待って、投げたい。じゃあ決定です。ちょっと待って、分かんないでしょ。説明西岡さん、じゃあ、いやびっくりなんですけど、この流れで昨日フェニックスの試合でスキッパーをやってた。めっちゃ緊張してるじゃないですか。いやマジで緊張してる。人生で緊張してる。本日は正式な方々から芸術アナウンサーで知りたからのメイブン。わー、すごい。さっきも出たよ、さっきも。